はい、こんにちは、金子です。今回も、ベスパの動画でございます。前回の動画で、こちら、ベスパのスプリント125紹介させていただきましたが、その後、なんやかんやと、分かったことがありますので、ちょっともう補足という形でまたご紹介をさせていただきたいと思います。はい、前回の動画で、まずフルフェイスヘルメットが入らないというのと、まあ、ヘルメットを引っ掛ける場所がないっていう話をさせていただいたんですけども、引っ掛けるとこありました。はい、こちらのここの部分に2箇所黒い出っ張りがありまして、ここにこちらヘルメットの D リング、こうやって引っ掛けて、はい、このように、搭載することができるということが分かりました。謹んで訂正させていただきます。はい、こちらのスイッチですね、正規品にはありません。ライトのオンオフのスイッチがついております。さすが並行輸入品でございます。スモール、ロービーム、パッシング、ハイビームですね。はい、このようにスイッチでオフができます。はい、こんなところにですね、謎のフックが出てきます。見えるかな。バック掛けのように使ってくれということで、耐荷重が 1.5 キロあるそうです。信じていいのかね、これ。なんかチャッチい感じがします。まあちょっとしたびっくりドッキリメカですかね。まあこんなものがここから出てきます。ここになんかぶら下げるのなんか嫌だな。はい、こんなもんがありますよと。はい、ベスパの、指定のプラグは、CR8EB です。CR8E というのは結構W650 とかでも指定されているプラグなので、最後にこの B がつくというのは一体どういう違いがあるのかなと思って、あの CR7E と並べてみましたら、ここですね、 CR の 8EB の B はここになんか変な、ギボシのような太いものが取り付けられてますね。普通の CR7、 こちらは CR7E なんですけども、まあ8と根っかが違うだけで同じ形式ですので、まあ比較対象でいいなと思うんですけども、こちらは、ネジの頭になってますね。そういう違いがあるんですね。はい、というわけで、補足の動画以上となります。これからまたどんどん走っていくと、また新たな発見があるのかなと思います。その時にはまた随時、動画を作って報告させていただきたいなと思っております。今回の動画は以上となります。ご視聴の方ありがとうございました。また動画作りましたらアップしますので、よろしければご視聴の方よろしくお願いいたします。では。